そして1人目誰から行くかというところですが、女子はどうやら、あ、でも3人全部入ってきましたね、はい、石川から行きますねこういう風に待つんですねなるほど、コートの中で2人がもうスタンバイしています。男子は誰から、お、張本ですか。いや、相手の動きも見ながら、私が行った方がいいんじゃないかな、あなたの方がいいんじゃないか、はい、これでもいきなり張本対、あ、でもじゃんけんしてますね女子は。あ、作戦会議中ですね。作戦会議中ですね。いや、でもあのご覧の皆さんもこういう試合、あの皆さんのチームでやるといいと思います。あ、そうです。私もよくやって、日本代表選抜の時やったんですけど、女子 VS、日本代表選抜男子、ファーストゲーム、日本代表選抜女子、トゥーサーブ、4-0。なるほど、まずこの4-0というところですね。4-0からですね。そして石川選手のサービスですね。そうですね。さあ、石川と張本というスタートになります。点を取った方はそのまま残っていきます。点を取られた方は変わっていくというシステム。1ゲームは11点マッチ。お、まず張本が1点を取りました。やはりチキータ封じでね、長いサーブ出していきましたね。さあ、そして早田選手はどうするか。まあ、今ね、この2人はミックスダブルスも組んでますからね。はい、長いサーブから来た。今アップ系だったんですよね。はい、伸びるサーブをフォアいたので、はい、男子選手ね、こういうレシーブ難しいんですね。なかなか出されたことがないサーブだったと思います。張本思わず頭をかきました。さあ、早田もう1回です。にわーっとー、やっぱ丹羽選手も打点早いですね。女子選手よりも早かったかもしれないですね。丹羽はそういう面では女子の卓球はいいかもしれないですね。いいかもしれないですね。しかしこれはサーブでポイント。やはりレシーブが鍵になりそうですね。そうですね。さあ、そして森園、長崎と森園です。長崎のサーブ、ロングサーブでいく。おっと、ベストに当たってオーバー。やはりね、こうちょっとした回転量のね、変化がね、男子選手は対応しづらそうですね。はい、アカデミー対決ですね、今ね。なるほどね、はい、そうですね。さあ、これで一巡女子はしました。石川佳純、石川と宇田、チキータオーバー。今横回転出してきましたよね。いや、多分男子選手はね、仕掛けを予測してたのかもしれないですけど、角に当たりましたね。張本、このカウンターはアウトです。さあ、張本ともう一度早田になりました。先ほどはロングサーブにやられた張本、今度はミドルに出してきて強打。おお、いや、早田力で勝ちましたよ。いや、そうですね、パワーでも男子選手に負けない。そうですね、素晴らしい そして笑顔でしたね。そうですね。さあ、今度は丹羽とバックストレートはオーバー。ちょっとね、浮いてきたところをね、力入っちゃいましたね。今度は岩長崎ということになります。ネットです。さあ、ここで丹羽が追い上げてきます。もうやはり丹羽選手、台から下がらないですね。そうですね。いや、素晴らしいな。台から近いところでの返球、素晴らしいです。そして石川対今度は丹羽、女子は3人全員左です。ねえ、あ、ラケットの角でした。ナイスセバン。さあ、やっぱり丹羽がこう女子に相性いいみたいですね。こうしっかりと振りかぶって打つことがないので、上回転系のサーブにもしっかりと対応してますよね。アウト。さあ、庭で1点差まで来ました。
男子チームも声を上げて応援してますね。いやこれほとんどのポイント男子チームは庭で取ってますね。庭選手ですね。お、サーブ変えてきました。横系。おっとそれも対応した。さあ9対9。いやこれ4点半でちょうど良かったですね。いや本当にいい勝負ですよね。さあここは石川です。石川選手の経験豊富なところを出してほしいです。レッド。ナインオール。マリコンでアウトになりました。さあ女子がまず第1ゲームゲームポイント。絶妙なサーブでしたね。そうですね。そして森園選手チームメイトに親指を立てて石川は森園。相手は森園。おっと森園うまくレシーブ合わせましたね、横回転サーブだと思うんですけど、はい、うまく回転量のつけたドライブで対応してきましたね。そうですね。第1部でやられてますんでね、森園は第2部でやられるわけにいかないという、ね、いやもう本当意地があると思います、はい、さあ早田と森園。さあチキータをどう封じるか。デュースはありません。巨大ボールはネットに当たってオーバー。さあ第1ゲーム第1回女子は女子が取りました。日本代表先輩チームが取りました。第2部は日本代表男子対日本代表女子という男子対女子のこのまさに夢の対決。第1ゲーム女子が取りました。さあこの第2ゲームですけれどもお互いに交渉が行われまして、藤井さん、はい、女子4ポイントのハンディは変わりませんけれども、はい、サーブ権第1ゲームは全部女子でしたが、はい、この第2ゲームは男女交代と、はい、まあ、普通に2ポイントずつということになるんですかね。日本代表選抜女子トゥーサーブ。さあ男子もサーブを打つ形になってこの第2ゲームです。第1ゲームは11対10、女子が勝ちました。お、最初のポイント女子。さっきまでね横上系を多く出したんですけど、今度はね横下系を出したのでうまく反応できませんでしたね。あ、どうやらサーバー一本交代にするみたいですね。さあ森園のサーブからです。ここ落とせませんよ。うん、おお取りました。おおって顔しますね。チームメイトに向かって危ねえという一言残しました。まさにこのドリームマッチでなければ見られないという戦いです。あ、もうこの頭の切り替えもね、そうですね、大切ですね。さあ石川、さあ石川と森園。いいコースノータッチで抜いていきました。チキータしようとして入ったと思うんですけど、はい、弱気になったのか石川選手のサービスが良かったのか、はい、そしていいコースでしたね石川選手。見事でした。さあ、うだ、おーって拾ってる、一緒じゃない。うだ選手決まったと思いましたね。これはね、そう思いますよね。いませんでしたね石川選手、素晴らしいブロック。この第2ゲームは石川大活躍。これが石川、そして石川と張本、1本ずつ
サーブは入ってきた方が出すということは、まあ、前に点を取られた方が出すということですね。ラケットの稼働、さあこれはもしかして石川一巡しますね。大量リードですね。8対1になりました。ここで石川のボールがアウトになりました。丹羽選手やはりこう対応能力というか、はい、こうね、女子選手にもうまく合わせれてますよね。そうですね、さすが男子では前でやるタイプのこの丹羽。はい、この女子にとってはどうやら丹羽が大きな壁、はい、キーになりそうですね。早田1回は返しましたが、さあこれでまた2話連続ポイント。藤井さん、はい、女子は2話をどういうふうに止めますかね。やはりあの緩急をつけていきたいですよね。はい、まあ、平選手は速いプレーが得意なんだ。今のこのようなですね、うま、ん、いブロックも、いやこれで連続ポイント。選手ね、あんまり回転かけてないんですよ今。あ、なるほど。相手のボールに合わせて、こう軽く入れてるので、はい、女子選手も合わせにくいんですよね。おお、なるほど、こういうことですか。そうですね、レシーブも力を抜いてこう打たせるようなレシーブをして、そしてカウンターしていくっていう戦法ですよね、丹羽選手は。おサーブ、oh、 いや、うまい。丹羽選手だったこれで女子2周しましたよ、丹羽一人で。いや、石川選手はどういう風に戦術を組むか。あ、これかなり考えてますね。打たせていってもいいかもしれませんね、丹羽選手に。探り合い、おー、きたー、バックハンドストレート。素晴らしいコース取りですよね。女子選手とかでもバックダイバックで前陣で下ることが多いんですよね、はいはい、こういう練習すごくしてると思うので、男子選手ちょっと不利でしたかね、今のラリー戦では。さあこうなると森薗、大きな期待とプレッシャー森薗のそのサーブの仕草に思わず石川が笑ってしまいました。強打決まった。でもああいうふうにねじ伏せるところがね、はい、森薗選手らしいですよね。はい、さあこれで男子1点差。ナイスボール。そして、おー、そしてみんな一丸となってフォアから出しますね。はい、それで、ここは森薗よく拾いました。得意のフットワーク。そうですね、横回転も入れてきながらよく返しましたね。さあこれで9対9。早田選手のサービスですね。はい、ちょっと圧力をかけて、なんとか入った。強打。でした。そこね、こう詰まってくれるかなと思うところ、はい、森薗選手ね、はい、うまく体使うんですよね。そうですね。さあ10対9。素晴らしいプレー。ちょっと調子上がってきましたね、森薗選手。ただ藤井さん、男子をサーブ権もらっても10対10ですよ。10対10ですね。宇田選手、ちょっとここでいいところを見せられるか。今年の全日本チャンピオンです。いや、面白い。強打、うわー、決まった宇田を仕切りました。第2ゲームは男子が取りました。接戦ですね。第3ゲーム、なんと1点勝負。
さあ一本勝負です。早田が行くんですか。早田宇田全日本チャンピオン同士ですね。わあ面白い、はい、さあ一本勝負。早田選手サービス、そうですね、勝つのはどっちか、男子か女子か。ドリームマッチ第2部男子対女子日本代表の戦いは女子の日本代表が勝ちました。いやそれにしても藤井さん、はい、見事にねこのドリームマッチ、はい、第1部第2部行われましたけれども、はい、本当に卓球が帰ってきました。いやもう本当にねなかなか試合がない中選手モチベーションもね保つの難しかったと思うんですけども、ワンプレーワンプレーいいプレー見せてもらいましたね、楽しみました。本当ですね。